もうね結構薄暗くなりましてね、あちこちでねこのほらライトアップされておりまして、ね、めちゃ綺麗だから、まあ、建物がまたね先の明るい時間帯とは違うね、綺麗やね。また正面もねほら色がまた可愛らしいなんだって、これまた楽しいな。またね昼間とは違ったね、はい、これがいいっすね、これめっちゃ可愛いね。いやここもまたほらやっぱこう明かりがつくとなんかすっごいこれ華やかにね見えますね。そしてまたね先ほど通ったのもこの明るいうち通ったのとまた全然違う雰囲気がね、これ楽しいな。向こう行ってみようか。あめちゃめちゃ綺麗かったね。楽しいな。やっぱ夜綺麗だ。綺麗だね。暑くないし。そうだ。いやーマジでめちゃめちゃ良かったな。ただただこれね。あれね。はい、こんばんは。綺麗やね。またここら辺もほら見てよ、めっちゃライトがパーン照らされて綺麗。あーマジ綺麗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 。またねさっきとは違うね、うん、夜のシャルダインスがね綺麗ね。見てほらあの正面のほらねえ正面の何塔でございますよねえ、めちゃくちゃ綺麗やね。仮がね、はい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 、見て見てこのまた演出めちゃくちゃ綺麗ね。光のね光がとね灯ることでっていうかね、はい、今ねこの正面のこのギフト店にねちょっと入ってみようかな。いやおいしそうな、お土産ランキングが1、2、3位とね、わご当地長崎佐世保のカレーとかもね、うん、こんにちは。いろいろ売られておりますね。うわが出るたびにめちゃめちゃまた光ついたらまためちゃめちゃいいな。あの奥のあの建物なんかな、あれもいいね。あの展望台かな、先の戻った展望台があるやん。向こう側から見に来たね、展望台は。あ、入っていいよ。ちょっとね、この店もちょっと気になったみたいな。入ってみよう。なんか鬼滅？ねえ、なんか美味しそう。ああ、鬼滅か。鬼滅や。いや、面白い。かわいい。あのね、鬼滅靴。木の靴、小さな靴からね、大きな靴まで。うわ、めちゃでかいこの木靴。こんなでかいから。すごい、見て。この大きさございますよ。かわいいな、木の靴って履き心地どうなんやろ。ねえ。ん？オランダホグツっていうか。あ、こんな感じでね、なんかほら、このお人形さん飾っておりますがね、木の職人でしょうね、向こうのこのオランダのね、こっち側もね、このような感じでね。へえ。あ、履けるな。ちょっと私履いてみようかな。入らなかった。ただね。いいな、木の靴
ってさ、そうですよね。あの履き心地っていうか、なんかな、これだったら入るかな、これ。あ、これ大きすぎ、大きすぎ、ちっちゃすぎ。え、どの大きさがいいかな。あ、この黒の靴、これいいかな。あ、これいいかも。これ、うわ、この靴いいかも。じゃあ、あれ履いたら、ね、あ、こ見て。イエイ。ちょっと大きい。あれ履いたらいいじゃんみたいな、もあれ履いて帰ったらいい。悪い顔してます。ねえ。悪い顔してから、あれ履いたらいいやんでね。もう置いてっておりますよ、もう。なんだなんだ。どこで？さっきほら、ああ、ここでね、そこでな。もうでけえこの靴。ちょっと中で履いてみて。靴、はい、これこんなの見て回ったら。あ、衣装屋さんね。あ、1500円だったね。ああ、撮影は2500円だ。レンタルが1500円。あ、両方やってるんで、へえ。あ、そうです。衣装屋さんがあったわけね、こんな。写真、写真が専門なんですけど。あ、そうなんですよ、ね。衣装をね、貸し出して。なるほどね。あ、そうなんだ。それでね、家から来てきたかと思った。そういう方もいらっしゃいますよ。あ、中にはね、あ、コスプレですね。そうそうそう、あ、はいはいはい。ぐらいなのね、もうね。はい。あ、どうもどうも。ねえ、なるほどね。惜しかったね。ね、来ちゃったね。そうよ、もう。来ちゃったか。いや、来とうかどうかわからないけど、ちょっとメリーゴーランド見てこれ。ねえ。ね、うわ、あ、三階建てのメリーゴーランドはちょっとアドラトリ行かねえかんけど、これ見てこれ、うん、ま。ねえ。ははは。もう。すごいなぁ。うわ、待って、なんか楽しい気分だね。ちょっと向こう行ってみよう。かわいいミーフィーちゃんのショップがこんな可愛くなった。俺は色がついた、ミーフィーちゃんの。さっきのお店に可愛くなった。ああ、さっきのお店がめっちゃ可愛くなった。ねえ、ちょっと見てください、ミーフィーの。ほら、あれちょっと遠くだったね。そうでもない。ほら、こんな感じだな。実際可愛いね。ミッフィーのこれミッフィーのね、先ほどあの立ち寄ったお店なんですけども、今ライトアップされてね、外観がめちゃめちゃ可愛らしいですもん。ほら、この上のね、ミッフィー、ミッフィー、ほらねえ、可愛いね。おいちゃんがかわいい、かわいい。あら、どこ行ったかな。あ、あそこにいました、あそこにいました。どこ行ったかなって、あっちにいました。そこにいます、そこに。ほら、うん、ここで、ミーフィーちゃんのプロジェクションマッピングがあって、それ見よう。あ、ほんと、うん、おう、あれ、ミーフィー。なんかね、今からここでね、なんかミーフィーのね、プロジェクションマッピングがあるそうなんで、かわいい、見ようかな。いや、プロジェクションマッピング楽しかったな。めちゃくちゃ綺麗かったね。見えるかな、見えやろうな、これ。ミーフィーちゃん、今からあるよ。ああ、どうやろうかね。いやいや、どうやろうかね、じゃ俺が見えるかねっていうの。ああ、俺がな。わからんな、それでは光照らすけど多分見えるやろうと思う。今よ、今、今全然見えん。もうこんな文字が老眼の俺に見えるわけがねえもん。これなんかようわからんですね。なんかこれが今から、今からね、今からですね、あのこの今私たち今ほらちょっと椅子にね、今あの何時からあるか、二人とも椅子にこう腰掛けてからね、特等席で今ね、はい、分取ってからね、今か今かと待ってるんですけども、そのプロジェクションマッピングが今か私ここで、ここであります、この広場でね。何でもここの中ね、このミーフィーちゃんのお店の壁にね、なんか映すそうです。ちょっと画面をね、ちょっともうちょい広げますよ。ぐーっと、まだまだ
もうちょっと時間かかるかな。お待たせいたしました。それでは今からマッピングが始まります。マッピングスタート。見ました皆さんのプロジェクションマッピングミンフティーンの甘いかったですか。いかがでした。よかったな。かわかった。はい、ではね、メリーゴーランドを次に見に来てもらおうと思います。はい。